上向くと少し出てきますね。真っ正面向いていただいて、ちょっとにっこり笑ってみてね。眼下脂肪の前方突出といって、この涙袋の下ですね、ここに脂肪の膨らみがあって、で、下が影になっているので、まあ、クマになっているという状態なので、この脂肪をですね、手術によって引っ込ませてあげると、こう影が消えて、クマが消えると。で、涙袋とですね、こう一体化してると、あまり涙袋が今出てないんですけど、手術をすると、もう少し涙袋が出てくると思いますね。右側の方が膨らみが大きいですね。特に、真ん中と外側の膨らみが右側大きいです。じゃあこんな感じで撮っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。では今から施術の解説です。粘膜側に麻酔をしているところですね、透けて見える毛細血管には刺さないように、かつあまり深いところに刺さないようにやっています。出血を抑える目的ですね。麻酔が効いたことを確認した後に粘膜を切開します。粘膜を切開した断面から出血があるので、それを丁寧に止血していきます。で、止血をしながらガーゼを用いて頓的に剥離をしていきますね。で、剥離している間にも細かい出血がありますので、丁寧に止血して、全く血がない状況、無血矢って言うんですけど、無血矢を維持しながら、さらに粘膜の下を剥離していきます。そうするとですね、不思議なことにこうガーゼで擦るだけでこう黄色い、ね、脂肪がこう出てくるんですね。この黄色いのが眼下脂肪と言われる脂肪です。今いい層に入りつつあるので、眼下脂肪が出てくると見ると出てくるんですけど、この内側の脂肪って血管見えるでしょ、紫色のちょっと太めのね、あの血管が入ってるっていうのが内側の脂肪の特徴です。で、この血管結構太いから、ここから血が出るとね、結構ね大変なことになっちゃうので、特に内側の脂肪に関しては慎重に止血をしながら剥離を進めていきますね。この後見どころです、うん。である程度脂肪が出ましたら、目的のところですね、挟んで切除して、まあ、断端をまた丁寧に止血をしていくと。内側の脂肪の、あ、また出てきましたね。ちょっとね、切除するとまた自然に出てくることが多いですね。ちょっと今これ、大きめの出血が出てます。これはさっき切除した脂肪の断端にあった血管ですね、そこから出てるんだと思うんですけど、これをちょっと放置しちゃうと結構大変なことになるんで、ちゃんとここは出血点を見極めて丁寧に焼いていきますね。止血が終わったらまた目的の脂肪を切除します。この辺本当にね、あの大きい血管がありますので、出血点を見逃さないようにしながらちゃんと丁寧に焼いていきますね。またちょっと出てきましたね。これちゃんとね、こう出血をコントロールしないと、術後に結構腫れたりしてパンパンになっちゃって大変なことになりますので、本当に注意しながら止血します。今度は同じようにしてね、左側の手術をしていきます。引っ張ってるわけじゃないのに、うん、勝手にプクプクって出てくるんですね。そうなんですよね。あんまり逆に引っ張り出しちゃうと余分に取りすぎちゃう可能性があるので、こう実はこの手が出てるじゃない、これ看護師さんの手なんですよ。で、看護師さんがある程度眼球をですね、少し押すような形で眼球を圧迫すると、眼球ってあの四角い骨の中に埋まっているので、中の圧力が高まってですね、余分な脂肪がまあ浮き出てくると。なので自然にこう浮き出てくる、湧き出てくるような、ね、脂肪を取る分には、余分だからね、あの飛び出ていて目の下に膨らみを作ってるわけだから、その膨らみの分を少し押してあげて、自然に出てくる分が余分な脂肪ってわけですよね。だからその出てくる余分な脂肪だけをね、適切に取るっていうのが今シーズンの大事なところかなと思います。もともとね、まあ、量は多めだったなと思ったんですけど、はい、目頭あたりのね、脂肪が結構たっぷり出てきてすごい、普通の方の倍ぐらいは出てきたんじゃないかな、仕上がりとしてはこんな感じですね。はい、画像を出してみますね、はい、こんな感じで、あの印つけたところね、綺麗にね、あの膨らんでるのが綺麗に引っ込みましたね。はい、こんな感じで少し引っ込むぐらいがちょうどいい仕上がりになります。軽いですね、がもうすごく軽くなった、はいね、まぶ下が軽いですね、うん、いいですね、あすごい、現在でもちょっと腫れてる状態なんですけど、はい、1週間ぐらいでかなり出てるんですよね。はい、涙袋も綺麗に出てきそうですね。はい、ありがとうございます。すごいです、すごい。これ術前ですね、まあ、目の下に膨らみがあるかなというのが分かると思いますね。本来ここの部分って若干でへこんでる場所なんですね。それを本来のへこみに直してあげるというのがこの手術の概要です。全体的にぼやーっとした印象ですね。本来へこんでるとかへこんでないと、なんともなくのっぺりした顔になっちゃうんで、凹凸のない顔になっちゃう。しっかり涙袋もちゃんと出てきて、本来の元々のこの方の目元だと思います。あの腫れが引くともっと
試合になるかなと思います。わかりました。ありがとうございました。